はい久保さんお疲れ様です。覆面 YouTuber タカです。さあ、気になる男、第246話ですかね。第246話ですよね。よいしょと。146話、246話ですね。2 4 6話、始めていこうかと思います。あ、ってか、245話ってここに書いてる。ここに書いてる。<laughs> ここいてる <laughs> はい、ということで。この売れるキャストでね。 創作した物語で楽しまれる技術、楽しませる技術みたいなね、お話をしていただいたんですけど、本当にキャストさん、キャストさんってこの喋り、キャバクラですかね、キャバクラの女性たちっていう言い方がいいんですかね。その方は本当に物語を紡ぐのが上手だっていうね、お上手でございますみたいなお話あったのかなと思うんですけども。で、えっと、 じゃあ YouTuber はということですね。じゃあ YouTuber はということなんですけど、本当にその、キャストと違って、キャストと違って本当に、まあ、恋愛の要素が全くないと。恋愛の要素が全くないんで、もう喋りで勝負しなきゃいけないよね、みたいな。うーん、っていうところで、じゃあ喋り、喋りって何よっていうところなんですけど、別にお笑いをやってるわけじゃないんで、じゃあ、 情報を届けなければいけませんよということでこの動画の中でですね動画の中で気づきだったり発見というのを与えれれば、まあ、ファンがついてくるんですけれども、まあ、単なるよし単なるその自慢話だったり、まあ、雑談に終始してしまうと、まあ、そもそも誰も聞いちゃくれないしそもそも雑談なんか聞きたくないしそもそもわざわざねこうやって YouTube 見てもらってるんでそのその時間をね えー、本当に無駄にしちゃいけないっていう意識もありますしそんなことやってたら当然駆逐されるっていうか、まあ、全然見られないんで YouTube 上から全然上がってこないっていう YouTube 自体の評価も悪くなるんで、うん、やっぱり結局いずれ消えていなくなるというね、えー、こともお話ししていただいたんじゃないかなと思うんですけども。 そしてこの一本堂、この一本道、この一本道っていう、ね、こともキーワードで言っていただいたんですけど、こちらですよね。えー、観客、違った、集客の延長線上に、えー、商品があって、その商品の向こうに販売があると、まあ、この一本道ですよ、みたいな、いうことで、えー、しっかりとこの目標として販売がありますと、そのところに商品があって、集客があるという、ね、この一本道がしっかり通ってますと、 その中で、じゃあどういうふうに向き合うのかっていうところの、またこ、ところも言っていただいたんですけど、こちらでしたよね。えー、正直に、やった結果は正直に出るのが商売ですよと。もう、真心ですね。真心。<laughs> で、この、サボり癖がある人、サボり癖がある人にはやっぱり、サボり癖のお客さんがついてしまうと。で、これは本当にどの商売でも一緒ですよってことを言ってましたよね。 いろんな世の中に商売あるんですけど本当にこれっていうのはもうこれが万国共通っていうかこの原理原則って言えばいいんですかね原理原則なんですということを言っていただいててで仮にこのサブリ癖のある人ですねサブリ癖のある人が時間が時間のコントロールとかできなければ当然時間のコントロールができないお客さんがついてきてそして自分の時間も失ってしまうし自分のその 仕事する環境すらも失ってしまうて最後はね、商売自体もできなくなる、最後、駆逐されるみたいなイメージになるのかなと思っていて、正直にやったら、正直にやったことが正直に結果が出ると信じて、正直にやり続けると、もちろん、そうやったからとして、やったからといってうまくいくわけでは絶対はないですけれども、ただ、正直にやったら、やった結果が出ると。 これを信じてやり続けることが大事なんだよっていうね、えー、100%じゃないですけどじゃあでも100%になる100%じゃないけどこれをやり続けなければ結果が出ないんであればこの正直さっていうのがまあ誠実さですね誠実さをしっかりやっていかないと、まあ、商売やってらんねえよみたいなことも言っていただいたんですけどね。 本当にこのまずここが前提として、そしてね、うまくい回かいかないかは、時の運というか、商売の流れというか、時代の流れというか、そういうところもあるんですけど、まずここは前提にないとダメだよということをお話ししていただいたんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、そして補足動画の、補足動画の方ですね、補足動画の方で、この気づき、発見、変化、成長、プレゼント、ワントゥーワンっていうね、一、えー、人に向けてっていうね、ところあったんですけれども、でこれでリレー動画を続けていく上で、えー、絶対に必要なこと、 っていうのもお話ししていただいてて、えー、じゃあここを何みたいな、何かっていうと、この効果がないといけないですよと、効果がないといけないですよって、で、効果がないとないけないっていう、その効果って何っていうところで、さっきのサムネにも書いていただいたんですけど、さらね、えー、話の中ではここら辺挙げていただいてたと思うんです、えー。学びがあること、気づきがあること、発見があること、変化があること、成長があることっていうね、こう一つ一つ、 分解してお話しされたらまたいろんなことが出てくるんだろうと思うんですけど、本当に学び、気づき、発見、変化、成長っていう、まあ、人が何かに立ち向かって、そして前に向かうために必要な要素っていうのを全部詰め込んでるような気,をしてる気がしてるんですけど、リレー動画する方には得をさせてさせないといけないですよとリレー動画で相手に得をさせていますかみたいなね、相手のために for you というところで、本当に 自分のなんだ雑談というかね自分のただ得意なことをただベラベラ喋るっていうかあとこんなことがあったんですよっていうねおばちゃんしゃべりじゃないですけどちょっと聞いてよ奥さんっていうところじゃなくてしっかりと動画の場合は誰かにこうためになるようなまあちょっと戻るんですけども一回学びがあったり気づきてもらうことだったりそしておっと思ってもらうことだったりさらにその変化だったり成長だったりまあ全てがその その先に向かうというか、まあ、人間形成というか、人間成長というか、そういうところのために動画は存在するんだと、間違っても、ちょっと聞いてよ、奥さんっていうね、どうでもいい話をしちゃいけないよっていう、そういうところを伝えていただいたんじゃないかなと思うんですけど、もっとこの、 深く掘っていくと、えー、自分が相手の、さらにこの自分が相手の意図をしっかり組み取り、汲み取って、えー、相手の方の目的としているものを達成させ続けることをに貢献すると。そしてそのトレーニングをしているんだっていうトレーナー的なね、トレーナー的な意識をしっかり持ってやっていく意志があるんじゃないのっていうところを言っていただいたんじゃないかなと。自分がこう、相手の意思を組み取ると、言葉のところから、 子葉の端々からいろんなところを汲み取ってそして相手の方の目的は何なのかっていうのを言わなくてもまあ言ってるかもしれないですけどその中の本当の本質っていうところをしっかり捉えてそして達成させ続けることに貢献するんだとそしてそのトレーニングは自分自身してるものがリレー動画なんだよっていうことをお話ししていただいたんじゃないかなと思うんですけども。 そしてここですよね。まあ、久保さんとリレーをすると売り上げが上がる現実ということでね、えー、今回からちょっとこの上の方上、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 上の方に100万円、祝100万円ということでね、まあ、このリレー動画で100万円、気になる男シリーズンでね100万円上がったんでね、ちょっともうこっから100万円、ちょっと今日乗っけたんですけど <laughs>、うん、で、本当にこの集客、教育、販売に例えると、というところで、この流れを、流れをあるっていうのはね、多分ネットビジネスで、 インターネットでお金を稼ぎたいっていう人はいろいろ知ってるしこんなのもう知ってるよっていう方は知ってると思うんですけどそれを3つの要素に分解して、えー、久保さんお話ししていただいてて、まあ、集客ですね、まあ、これをリレー動画に例えてお話ししてたんですけど、まあ、集客集客っていうのはまあリレー動画参加しますはいリレー動画したいですっていうね手を挙げてくれる人がまずいればこれが集客になると、まあ、リレー動画に対してリレー動画の話でですけどね じゃあ教育って何かっていうとこの動画のやり,かやり取りをしている方動画のやり取りをしている方まあ相手ですねその相手に対してそのやりたいし,していろんなお話をしていくみたいなねそして相手だけじゃなく自分が教育されていると自分が教育されているっていうことも非常に大事相手の意図をしっかり汲み取るだったら、相手のこの目的を達成させ達成することに対してだったり、えー、相手が自分 相手のために自分が何が貢献できるかっていうことを考えることが自分に対しての教育だしそれがひいてはそのリレーの相手の方にもそれが届く、まあ、届かなければ届かない届かなければ届くまでやるみたいなそしてもう一つそのやり取りを見ているこの視聴者さん、まあ、いわゆる流れ玉って久保さんが言ってるんですけどもその流れ玉流れ玉の方に対しても何かこう気づき発見があるようなそして変化成長があるようなことをやっていくみたいなことがあ非常にこの リレーでは起こりうりうますよとそして最後、販売ですね。販売しない販売ということで、この動画のやりとりを見てて、ああ、得したとか、これすごいなとか、気づいて、ね、あこれはすごいこと聞いちゃったなみたいなね、まあ、横からそば立てて聞いているみたいないう話ですよねあの。このリレー動画をリアルの現実に例えると、まあ、カフェ、カフェのね、2人で 話をしてるんだけど、その話をね、ちょっと聞き見立ててね、聞いてるみたいな、なんか、なんか、こいつら面白いこと言ってんな、みたいなね、いうのを、こう、そば立てて聞いているっていうところをイメージしてもらえばいいよっていうことを言ってて、それでね、その流れを聞いて、あ、この人かな、学びたいみたいなね、学びたいみたいなことが起きると、うん、まあ、これは、 販販売売しない販売が成立するとこれもそこの「気になる男」シリーズも確かそっか軸が何件か売れたっていうこともお話ししていただいたと思うんですけどまさにこれが流れ弾になるかなと思うし今実際自分もこの「気になる男」シリーズをずっと見てああじゃあもう本当にっていうねこともあったんでまあズーム対談を見ていただいてそしてそのそのあとねこの「気になる男」シリーズをずっとその後っていうかその後も前もないですけどずっとやり続けることでねまあ反応してくれたというかね え声をかけていただいたっていうところがあったんで、本当に、まあ、こういう販売しない、だから販売しない販売ですね。販売は知ったんですけど、まあ、販売しない販売みたいないうことになるっていうのが、まあ、より実感したというかね、今すごく分かったなと思ういうところで、これ最後のスライドになってくるんですけど、も まあ動画を作っている方はまあ自分ですけどこれ自分に対して言ってただけなんですけどねえ動画を作っている方はまあ自分はえ真摯に作っている方はまあ自分はねこうやって動画を作ることに対して真摯に向き合ってみる向き合っていくかな向き合っていくこの意識は非常に大事ですねみたいなことでえ締めくくろうかなと思うんですけどね本当に。 まあ動画を一つ一つ作ることっていうことにより意識を高く持ってどういうふうにこの動画に対してどういうふうなメッセージを送れるかなみたいなことをしっかり考えて相手のことが考えてこう作れるとよりいいのかなそしてこのリレー動画っていうのがそもそも動画を作る。 基本的なとこになるのかな。これはあくまで一人に対してやってるんですが、久保さんに対して作ってるんだけど、その久保さんのことを思い描いて動画を作れるんであれば、他の視聴者さんのことをしっかりと想像してイメージして動画作れるんじゃなかろうかっていうところで、この基本的な動画の作りっていうのはすべてリレー動画が基本になってるんじゃないのみたいなことをお話ししていただいたんじゃないかなと思ったりもいたします。はい。ということで、えー、気になる男第246話ですね。第246話こんな感じで終わっていこうかと思います、えー。ありがとうございます。ここまで聞いていただき、ありがとうございました。 そして久保さん第247またよろしくお願いします。はいということで気になる男を覆面 YouTuber がここまでお送りしました。ありがとうございました。